Stirrup River, big up man scene, aka Uber P. Big things, my Robin, big up yourself. Strictly hardcore.知り合ったんですかね。松井は地元一緒、田岡やからず。あ、田岡やから。そうやね。ほんで、俺店の近所に中学あったから、はいはい、中学田中。お客さんとして。はい、ジャミーズに現れた。そうそう、中3の時。中学生。中学生。はいはい、まあ、昼前出たから、カフェやから。はいはいはい。そうそう。なるほど。ほんで、まあ、あいつタバコも吸えへんし、うんうん、私何倍やったら中3ですって、うん、今から塾行こうかなめっちゃ可愛いじゃないですかほんで僕もしたいんですよ、おー、あーそうか言って中学生が、うん、あの時代にそう練習があったら来たらええわと。なるほど、中学生やからまあ自分でレコード買い集めることもできずに、うん、せやけどやってみたいと。サウンドプラチナも立ち上げたのは何なんだろうな、あれいつやな、2000年超えてましたかね、超えてんな、うん、こうやってたかな、あまあこの辺ですよね、うん、まあその時はもうトメヤンがトメがもうメインセレクター教えたみたいな感じで、結構メンバーいてましたね、うん、ジャミーズクルーも80年代後半から90年代、うん、この辺りに、まあうん、クラブっていうもんがポツポツ出てきたんですよ、うん、そうそう、でそういう場所でも、うん、ジャミーズ以外の場所でもこうイベントをやったりするようになるっていうことですね、そうやんな、うんうん、よくやったなって覚えてるような、覚えてんのはな、うん、キャットフィッシュ系像がな、うん、キャットフィッシュに本で、まあ、そこはレギュラーみたいな感じで入っとって、うんうんうん、でキャットフィッシュやりだして客がバンバン入ってくれた、うん、ほんならやっぱりそうやって入って、うん、やっぱ噂流れて、うんうんうん、ほんならセントアンズのやるかってなって、うんうんうん、あほんならぜひやらせてくださいと、はい、ほんでレギュラーで、はい、キャットフィッシュができてるっていうことはもう90年代、うん、またいでますね、またいでんな、はいはい、うんうん、でそっからまあセントアンズとかもそういうところでもうその後すぐにジョグリンシティとかもできましたよね、そうジョグリンとか行ってジョグリンとかでようやってはりましたね、うん、やってたな、でジョグリンの前にサンホールで、あサンホールでジョグリンができる前ですね、うん、そう、はい、サンホールがなキラさんの、はい、あのシステム掘り込んでやってたからな、はいはい、毎週やってましたね、うん、あれもパンパン人入ってましたね、毎週ね、うん、そこでもやらせてもらったりとか、うん、でラブリッシュももちろん、あ、まあ、ラブリッシュ、うん、ラブリッシュも91年か、うん、この辺一気にできてきましたもんね、まあ、90年代またいでからもホールドオンでもイベントやったりしてましたよね、うん、あと堺のトーンとかどうですか、堺のトーンができた時っていうのは覚えてますか、うん、トーンできた時は、はい、アクモンさんから最初はレコードを回すとかそういうイベントなんてじゃなくて、うん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 、でっかい水槽置いてて、はい、レストランみたいな、レストランもレゲエカフェっていうか、はいはい、レゲエバーみたいな感じでしたよね、うん、あれはあれでよかったんやけどな、はい、俺、うん、90年代超え、90年超えてますかね、超えてたと思うな、90年ぐらいやったかな、まあこの辺りですか、うん、最初はレストランですね、はあ、でまあなんかターンテーブルも置き出したけどなんかもうこんなちっちゃい小窓だけついてるだけで、ね、そう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 、でその時に行った時若とかがマンション、はい、その時多分若さんウォーターハウスやったかもですね、やったかな、はい、ああそうかな、八着くんと一緒に八着出てたんやね、はい、おそらく僕の記憶違いでなければ、うん、若さんね、後にクエスチョンレコードプレイショでは、このキャットフィッシュ、ラブリッシュ、セントアンズ、ジョグリンシティ、サンホール、トン、まあ、この辺でレコード回してた時に、うん、よう一緒にイベントやったなっていうレコード回してる、まあ、サウンドっていうかクルーとかセレクター、うん、ほんでもな、最初っていうかこの辺は、はい、なんてやろう、一クルーで一晩やるっていうのがもう当たり前だったから、一晩ワンサウンドというか一晩ワンクルーというか、そやからもう全部歌いてありの、はい、みんなダンサーまでおりの、はいはいはい、って感じでやってたから、はいはいはい、
それあんまりな、その当時のあれは一緒にやったっていうのはほとんどあんまりない。なるほど、わかります、うん、はい、このもうほんまに90年代この辺92年3年とかぐらいまではもう一晩ワンサウンドワンクルーっていうのが結構当たり前やったですね。な、 どこでもな、僕も もう6時間ずっと回しっぱなしとかありましたもんね、普通に、はい、そうそうそう、はい、そやからな、その当時の一緒にあったっていうのはあんまり、うんうん、なるほど、まあキラさん系の箱でセントアンズとかジョグリンシティでキラさんと一緒にやったりとかはあるっていうような感じ。そうやな、ほんでもキラさんも入ってけんかったからな。あ、もう一晩、うん、一晩もうジャミーズだけで。なるほど、うんうんうん、そうやな、トーンでもそうやったし。なるほど。では、その時に、うん、まあそのジャミーズとして一晩イベントやると、うん、その時に歌ってた歌い手、うん、レッドモンキー、まあ、ファットサンタはこの辺、まあ、マトピーですよね。そうそうやな。他には誰かいてありましたか。よう、こいつ歌いに来てたなっていう。他、せやから、若手やったら誰や、ミートとか。あ、ミートですね。もうあいつら何に来るやった。泉とこったな、プレジデント、ね、プレジデントやな。あれはもう90年はだいぶ経ったね。はい、92、3ですね、うんうん、よう名前出てきます、プレジデント。あれ出てくる、はい、ちょっと分かったもんな。ミート思わなかったですね。 NG と何個しくらしやったもんな。やってましたね、はい、ミートな、はい、いや、ミートいけてましたもん、うん、他いてないですかね、この世代で。この世代、はい、この世代やったら、キラさんとかやったら、あのビッキー・ベンとか、あ、ビッキー・ベンとか、うん、はい、でブギーとかな、はい、まあブレーンブレーンオッシュやな、はい、うん、ターボードラゴンターボーとか、はい、西本さん、ダディ・リーさんとかね。そうそうそう、はい、ミサキで、はい、僕それ聞いたことあります、ミサキに。そうやね、あのね、うん、DJ ハリーさんってご存知ですか。ハリーさん、ハリーさん、ハリーさんっていうのは一体マボにとってハリーさんってどういう存在ですか。俺だいぶ上で、だいぶ上で、うん、レコード回してはる人ですよね。そうやけど俺そのレコード回してるのは実際、はい、あまり見たことはない、うん、ないね、はいはいはい、そうそうそう、うん、そう、三崎公園の裏手になんか野外みたいな感じでイベントやってるっていうのは聞いとって、はい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 、行きたかったんやけど、なんかもう行く間なくてっていう。もうそれはあれですよね、あの決してダンスホールっていうんじゃなくて、多分もうレゲエ、ルーツレゲエパーティーですよね。 そんな感じでやってたはずやな、はい、昔僕もね、あのスーパースターの兄ちゃんいてるじゃないですか、うん、スーパースターの兄ちゃんに、あの岬の方に昔からレゲエのパーティーやってる兄ちゃんが、それこそホールドオンのマスターにもその話を聞いたことある。そうやね、俺も知ってんね、名前までちょっと忘れたわ、はい、俺、はいはいはい、すいませんね、な、河内ロッカーズじゃなくて、ね、なんか選手レゲエ組合みたいな、なんかそんな名乗ってたような気もしますね。なんなんやろ。でもほんまにそのもうおそらくそういう人らは第一次レゲエブーム、そのボブ・マーリー来日時の70年から80年に移るあたりにレゲエにハマってっていうことなんでしょうね、きっと。多分ドームを見てると思う、はい、今まで、はい、俺は酔いかんかったけど、はいはいはい、連れのいいから、うん、まあ、ボブ・マーリーちょっと来ないけど行くかって言われたけど、そんなんあったんすね。俺その時矢沢やったからボブより矢沢やったから。この当時にできるだけ古い年代で泉州にあったレゲエ関係のお店を思い出したんですよ。例えば岸和田にメトロとかあったじゃないですか。メトロかな、はい、茂君がやってた、うん、風茂君ですか、ね、はい、メトロもまあ91年ぐらいやってたんですけど、うん、他どういうお店やとか覚えてないですか。トレンチタウンとかも、まあ、90年代超えたらトレンチタウンとかもありましたもんね、うん、トレンチタウン926沿いにね、はい、うん、これトレンチタウン926沿いに最初にできた時もあれも玉ねぎクラブのマスターが、そう、トップガン、トップガントップガン、トップガンさんはあの、うん、もう80年代から歌ってはったんですかね。
80年代玉ねぎクラブっていうのはいつぐらいからあったんですかね。玉ねぎ結構古いじゃん。そうですよね、うん、もうドレッドやり始めたん初めて、うん、結構古いそうやもんな、ね、そうそうそう踊れたもんな、トップガン、トップガン書いてください、トップガン誰も分かれへんか分かれへんジャミーズクルーのイベントで歌うこととかもあったあったホールドオンの、あ、ホールドオンでホールドオンのホールドオンで歌ったことあるんですか、僕が、あるボンボクだはい、俺より先輩やけどな、はい、そうか、マーボーより先輩ですよね。そうそうそう、それこそ岸和田の、うん、南海の岸和田駅ずっと山の方に上がっていって26号線越えて、パパ少年くん、アースクエイクにおった少年くんが服屋さんやってたじゃないですか、うん、その近所のビルの上の方にもなんか、うん、あってん、ありました、名前思い出せない、うん、そうやねな、ほんまにな、何やったかな、またそれはコメントでほんまによろしくお願いします、はい、コメントでぜひ知ってるかと思あとね、ビアノっていうお店もあって、ビアノ、はい、だろう、26号線岸和田からずっと泉大津入ってきて、泉大津と忠岡の、うん、あのホテル街の近辺に、うん、あ、高架下のとこじゃん、はいはい、忠岡の、はいはい、ビルの1階のスペース、ビルの1階が あのあれやろ、古屋の後や、そうややろ、はいはい、あそこで俺イベントさせてもらったことあるもん、ビアノで、うん、サウンドシステム掘り込んであれ90年代になってからやと思うけど、はいはい、奈良くん、はいはい、フルハウス、フルハウスの奈良くんのシステム掘り込んで、はいはいはい、そうそう、あっこでピアノで、フルハウスっていうのはいつぐらいからあるんですかね。フルハウスはまあ90年代ですかね、90年、89、90、それぐらいやったんちゃうかな、ほんだらマーボーの汁、うん、80年代からこの人らやってんなっていう、うん、セレクター誰がいてますか、うん、まあキラーさん、まあここに名前出てるキラーさん、さき、アースクエイク、まあクリリンとかもそうですね、うん、そうやな、はい、他にはこんな人らもレコードも合わせてたなっていう、まあディキベンさんとか、まあこのブレインウォッシュの人らもレコードも合わせたりしてましたね、そうやな、幸之助くんとかはあんまり印象ないですか、幸之助はラブリッシュ、はい、もうアップスターになってからの印象、いやな、うん、俺なんかではそうかな、はあ、ロットンとかもな、昔、あ、ロットンさんね、うん、ロットンポッシュですよね、うん、ロットンも一回あの京都イベント呼んでもって、あ、そうなんですね、昔もあるしね、はい、江島のおしょうさんとかはあんまりつながりはない、いや、おしょうつながりあるな、うん、もうだいぶ昔からっていうことですか、そういうわけではないですか、うん、結構古いで、うんうん、いかついやん、おしょうもで、センターズおってあんまりわーってする人ちゃうかったけど、はいはい、ほんならみんなおしょうや、うん、あ、京都のおしょうったらほんだら、あれやな、FM やってた人ちゃう、ああ、もうそういう知ってたんですね、うん、それはもう知ってて、じゃあ歌い手、うん、こいつは80年代から歌ってたなっていう歌い手、うん、記憶に強く残ってるような人って誰かいてますか、やっぱりレッドモンキー、俺の中ではレッドモンキー、ファットも歌とったけど、はい、うん、レッドモンキー、ファット、マットピー、マットピー、うん、そうか、マットピー君とかももう80年代から歌ってはる、そうやな、ね、ほんでまあ言ったらまあターボオリューのターボ、でもやっぱり昔はやっぱカジャさんやわ、ジャミーズでやったイベント、そうホールドオン出ました、ホールドオン、ホールドオンでや何回かやってましたもんね、そうそう、ジャミーズもね、うん、はい、マーボーマットピー名前が出てきてた、透明大崎松井そう、わあ、これはセントアンズ、これは何年かは分からないですけど、マットピーがいてますね、そう、マットピーくんはね、もうほんまに僕そのセレクターやり始めた時、うん、
もうほんまにその時は他のこうセレクターやってるやつとか歌い手とかとこうパトワを教え合うとか情報を共有し合うとかあんまりなかったじゃないですか。そうやんな、はい、その情報が財産みたいなところがあったじゃないですか。でもマットピー君はパトワのビッグオップっていうのはビッグアップっていう意味なんやでとかワーグワンとかそういうパトワを教えてくれた数少ない先輩の人です。ああそうなんだ、はいはい、昔あのほらチャーリーズってはいレコード屋レコード屋、はい、あそこの俺あのマスターというかあのリンちゃんはいセイリンさん、うん、あれと仲良くてはいほんでイベント一品やってやってジャミズでへえチャーリーズナイトみたいな感じでへえその時にペーターが連れてきたわけよへえあっあっちの方ですもんね狭山とか、うん、そうはあ、ははあペータマン言うね、じゃあそうなんやへぇそうそうそうなるほど、多分ペータマンが多分クレイジージャムっていうクルーやっとった時ですねやったんだねはいはいあレッドスパイダーもやってたなおお、なるほどもうやったな、ジャムクルースパイダーやったし、まあでもこの頃90年代活動してたやつは一通りやってますよね、ジャミーズでね一応やってくれたかな、はい中でもこいつようやってたなっていう。いいちょもな。Strictly hardcore さあ、カジャパ。